ではモデルさんが腰の方がちょっとお辛いということなので、腰周りの整体を行っていきます。どの辺ですかね。その右あたりの右の方がそうですね、はい、なんか、はい、違和感を感じます。違和感、それで嫌な感じあります？ないです。そのあたりからの感じ、はい、ですね、そこら辺。あー、これだときついですかね。はい、でも大丈夫です。うん、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 膝を曲げるの大丈夫ですかね。はい、はい、少ないですかね。はい、はい、足が冷たいですね。はい。ちょっと痛いですかね。あ、でも大丈夫です。はい。響きますね、さっきのとこ、うん、こっちですか？ここですね、ここ、うん、すごい響きます、はい。そこも響きますね。そうですね、はい、うん、ここが痛いんですよね。はい、はい、やっぱり硬いですね。何ですか？ツボがあるんですよ。ふくらはぎの方まで響きます、まあ、そこまで良くないということです。響く範囲が広いほど そっちまで、まあ、良くない。薬指まで、はい、もうそこまで及んでるっていうことですね。痛い、はい。これも痛いですかね。そうですね、うん、こういう感じで、ここもね、はい、
ずすぎますか。いや気持ちいいも入りますよ、確かに、はい。あはん、うんうん、あはん、痛い痛い、ですかね。まあなんとか逃げちゃいますがね。逃げちゃいますか。はい。どうですかね。はい、内太ももになればなるほど、こそばく感じて、はい、あ、こそばいいですか。はい、こそばいっていうか、前も言ってた、うん、なんていうんですか、気持ち悪い感じというか、ね、まあ、血行が悪いところですからね、真ん中の方に寄っていただけますか。右の方が痛いですかね。はい、そうですね、はい、どうしました？痛いと思って。痛い。はい。
こっちってあんま痛くないですか？そうですね。きついですか？さっきのとこきつかったですね。背中ものすごい硬いですね。背中というか腰背中一体がまたとんでもない張りになってますね。あ、そうですか。またそんなことまでなってましたか。痛いっていうぐらい痛いです。ごめんなさい。いいえ、まあ、で声は出した方が。背骨毛はしっかり押して柔らかくしていくしかないですね。この辺硬いですね。ここも。こっちになるとそこまでじゃないんですよね。この辺の真ん中の辺の方が、この辺大したことなくて、この辺から硬くなってきて、ここがマックスで。マックスで、でこの辺から緩んできて、こっちはもう割とまあまあ押せるっていうか、この辺だったら全然痛くないですよね。そうですね。ここがいつも丸くなってるんですよね。だから針がここに出てるんですけど、本当だったらここが少し、背中要するに後ろ側に来て、でここはちょっと前に行くべきところなんですよ。そこが後ろに来ちゃってるから。まあ、不自然なアーチになって、まあ、背中腰が痛いということになるわけですね。ひねりますね。ちょっと福さん、真ん中の方。きつくないですかね。大丈夫。多分脇をやった方がいい。こういう風にいくラインで、ここも来てると思うので、でも怖いほどにはなってないですね。そうですね、ギリギリですけどね。ギリギリですね。あともうちょっといったらもうって感じですね。あ、そうですか。だから爆弾になる直前ですよね。あらまあ。またちょっとしたら爆弾になっちゃうから。なってます。その辺が怖い。
されて怖いですか今。あ、いやいや、っていうか怖くなりそうみたいな感じですか。なりそうっていう感じですね。よいしょ。君これなんかいいならいいけどさ。脇。ああ。やっぱね、結構硬い。ああ、痛いよ。毎回そうだ。痛いだらだ。ねじれてるところなんで、こう来て、ここの上腕骨につくんですけど、痛い。ここがやっぱり。これね、これここがそこ。ええー、いいですか？ああ。でもね、声が出るだけマシぐらいの、ダメな時って声も出なくて、もわーってなるから、反対の脇ですね。はい。すいません。反対の脇。あ、こっちでも大したことないですね。そうですね、こっちは全然。そうですね。右側の方が良くなかったですね。はい。よいしょ。なんか大したことないですね。はい、はい、これは大丈夫ですね。全然大丈夫です。ってことないですね。右から来てるわけですね。右の、ま、脇結構原因ありますね。あ、緩くなりました。そうなんですよ。多分こことこっちで連動するので、よいしょ、はい、多分これで結構もうあのゆとりが出たんで、はい、はい、座ってみてください。はい、はい、重たくあんたがそこにいるからや。はい、ちょっと固め、肩楽にしてください。楽にしてくださいね。はい、ではあの腰様子見ていただきたい。ちょっと起き上がっていただいて。はい、はい、立っていいですかね。そうですね。はい。で、ちょっとこうひねるのとか反らすのとか。あ、全然。はい。あ、右がすごい、はい、曲がるようになりました。行きやすくなってますか。はい。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。